はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。本日はね、大雨で増水してしまって浸水してしまったクワガタポイント、そちらをね、どうなってしまったのかっていうのを今からね、調べていきたいなと思います。まずここら辺はね、雑草の流れ、雑草のね、向き見てもわかるかなと思うんですけれども、もう完璧に水に浸かってます。翌日ね、見に来たんですけども、その時はね、この辺ももちろん川になっていました。どうでしょうかね、クワガタ。うわ、すごいな、これ。また最初に来てる人おるかな。でも結構足跡あるな。やっぱり好きな人は来てるんかな。ここは、あれ？ちょっと道が変わったのか？いや、道は変わってない感じがしますけども。うわ、すごいな。うわ、状況が一変しております。こことかも東電浸水したんでしょうね。どこまで行ったんやろう。結構、うわ、この辺までは来てます。そうですね。2メートルぐらいまでは浸水したような感じがします。こんな中クワガタおるのか。やべえ、これ。うわ、うわ、こんな上までゴミがいてるかな。当然いません。いません。うわ、こっちのポイントはこれなんかは、まあ、樹液は出てるんですけどね、もう穴が塞がってしまってますね。うわ、この辺は完璧アウトのようです。はい、こちらの方もね、完全に浸水してしまってるようですね。ゴミの溜まり方からすると約3メートルぐらいは水に浸かったんじゃないかなと思っています。しかしね、ここ地上から1メートルぐらいのところ、なんとハナモグリがいます。アリがいっぱいいてるんですけども、こちらにはなんとヒラタクワガタ、なんとか生き延びてくれてたんかな。それかどっか新しいとこから飛んできたのか。アリまみれですけどね、ヒラタがここで何してるんやろう。樹液はこっちにあるんやけども、一頭いました。ひどい状況です。あっちにはコメツキムシがいますね。まあ生き物は何とかして生きながらえてるのかな。ここにはウロがあったのですけど、どうでしょうか。あー、ここのウロはさすがにもうカラカラ。まあ、樹液はこちらから出てるんですけどね、クワガタは今のところ入ってない感じがします。クモの巣が張ってしまってます。まあ、ヒラタ1匹だけでもいてたのは良かったかな。これは襲われてるのかな、よくわからない状況です。ちょっと移動さしとこうかな。目の前にはね、1.5 メートルぐらい流されてきたね、木とか小枝とかが引っかかってるんですけども、
こちらの柳、地上から1メートルぐらいのところにねクワガタいました。なんか土でドロドロなんですけども、コクワっぽいですけどね、少しだけ顔出してもらいましょう。さあどっちだ、コクワガタ、これはどういう状況なんやろ。昔で出てきたてか、激流を耐えたか、どちらでしょうね。こちらはね、2000から2500のところにゴミがいっぱい引っかかってるんですけども、その上の3メートル以上の高さのところに一つクワガタがいました。これはね、コクワガタだと思うんですけど、ちょっと取りたくなるようなサイズのコクワガタです。コクワガタもね、少し大きかったら雰囲気はなんとなく大クワっぽい大アゴになるんですよね。45は超えてるかな。河川敷にしては珍しい大きさですけども、距離が遠いのでこのままにしときましょう。この樹木もね、根元の方にウロがあってね、絶好の秋にだったんですけれども、漂流物がね2メートル以上覆ってます。まあ、ただね、細枝の方、樹液出てるところとかね、幹の方、奥の方でもね、ここはすごい樹液出てるので、かなぶん大量と、あとあれオオスズメバチ、まだ女王バチじゃないかなっていうぐらいの大きさだと思うんですけど、大量に出ますね。ただクワガタは発見できず、厳しい。今回はね、大雨の影響により3メートル以上浸水してしまったねクワガタポイントを見てきましたけれども、まあ少しはねクワガタの姿見れたんですけれども、やはりね、例年これ時期のベストシーズンだとむちゃくちゃいっぱいいる場所なのでね、まあこの増水浸水による影響はクワガタにとっても厳しいものだったのかなと思います。今回はね、これで以上です。最後までのご視聴ありがとうございました。